取ってくる。はい、皆さんこんばんは。本日は CJC シカゴ日本人会健康ウェビナーシリーズの高血圧を克服するという題名でお集まりになってありがとうございました。この暑い夏の中、皆さんウェビナーで皆さんどうお過ごしでしょうか。本日はゲストの方は高血圧を患っていて、それでその高血圧とどういうふうに付き合ってきたかというお話になります。まずは皆さんのインフォメーションをお話しいたします。シカゴ日本人会健康ウェビナーセミナーというのはサポートグループシリーズでございます。毎月1週間1ヶ月1回こういう形でウェビナーを行っています。まずは、ズームウェビナーの方式で、ですので、ゲストとホストのみお話ができるようになっております。Q&A で皆様がお話できるようにいたします。質問は Q&A よりご記入ください。個人的な情報には気をつけて発言入力してください。チャットでは入力をお避けください。こちらのセミナーは1時間の予定をしています。アーカイブで録音を更新予定です。バーって差し合わないよね。どっかに落ちたの？いや、知ってる。あ、知ってる。うん、あ、よかったよかった。どこに置きっぱなしになってるか。はい。まずは体験者、MC、サポートメンバーの紹介、そして体験者のお話、その次に今月の医療用語、サポーターからのアドバイス、
高血圧の、まあ、お話、そして最後に運動のお話をしたいと思います。その後 Q&A のお話を、まあ、設けたいと思いますので、その時までに Q&A のところに質問を入れてください。はい、健康セミナー2022年から始めました。私、内科医でもあります桃山陽子と申します。そして医療通訳ゲルリヒダナさん、サポート看護師メンジアヨシコさん、角田みなみさん、そして今までの講師の藤森博恵さん、藤本由美さん、伊藤あさみさんと、こちらにこの前参加していただいた井口さんもサポーターのメンバーとなっております。まあ、私のあらすじは、まあ、今まで 見たことあると思う方が多いと思いますので、一応これで省略しておきます。ダナさんも今まで CJC メンバーとイベントのコーディネーターとして活躍してきました。本日の体験談のお話はのりこさんにしてもらいます。のりこさんはアメリカ在住、とっても私と同じぐらい長いのかな、44年間アメリカに来て来たようで、現在はご主人様と2人暮らしをしてらっしゃるそうです。そしてアメリカには交換留学体験の地、大学の留学自体を得てシカゴと他州にある日本企業で35年以上勤務して今でも活躍しておられるということです。そして労働時間をよくオーバーしていた48歳で頭痛と高血圧を診断され、その時点で記憶低下、頭痛、めまい、肥満、更年期というものが重なった時点で診察にいらっしゃって、その時には薬3種類、更年期を得て、体重も増えてしまったということを伺ってます。そしてその時点で生活の改善を決心されたということですけれども、のりこさん、こんばんは。こんばんは。はじめまして。はい。今日はよろしくお願いします。はい。ちょっとこちらの方でいろいろとお話を伺いたいと思いますけれども、高血圧はいつから患っていますか？まあ、若い頃から高血圧気味だったんですけど、本当に診断が必要だなと思ったのは2014年からです。たまたま、コロナスカピ、大腸がんの検査に行った時に、血圧があまりにも高すぎてできなかったんですね。で、その時に内科医の先生に見てもらいなさいと言われて、で、そこで、桃山先生に見ていただいたっていうのが2014年です。はい、でその時点で薬はすぐ飲み始めましたか？はい、すぐ飲み始めました。血圧高く、本当に高かったので。はい。確か、最初は2種類ぐらいから始めたかなと思います。で、実際に症状というものはあったんでしょうか？ですね、立ちくらみ、あとは夜よく眠れない。疲れが取れない、ずっと疲れが続いている、それとテンションヘデックというか頭痛がもうずっと頭痛が続いている、それから立ちくらみと同じなんですけどめまいがしてなんかフラフラっとなってしまうっていう、そういった症状があって、やっぱりアンバランス、血圧もバランスが整ってなかったですし、それから、その頃やっぱり運動もしなかったので体重もどんどん増えていって、もう疲れる、頭が痛い、足腰痛い、ずっと関節が痛い、もう全てが、乱れてしまって、でも先生からは自律神経不調症というか自律神経のバランスがかなり崩れている上血圧も高いという診断でした。はい、その時点で民間療法とか何か使用されましたか？足腰って全部痛かったので針とか針に行ったり、
針とあと整体とかもしたんですけど、でも全然なんかそれ改善しなかったです。はい。で、更年期はいつ頃でしたか？2013年ぐらいだったかなと思います。その高血圧診断と重なってました？重なってます。はい。その後、健康のためにどんなことを試されましたか？もう、いろいろしました。で、その当時、やっぱり運動しなきゃいけないかなっていうのが第一でしたので、毎日1万歩歩くようにしたんですけど、ちょっとここだけの話、桃山先生が1万歩じゃ足りないと厳しく言われましたので、そこから今度はジムに通い始めて、プールの中で歩くとか、あと水の中のエクササイズを始めました。ただそれは本当に1週間に 1,2 回するくらいで、かなり一生懸命やっていったわけじゃなくて、まあ、1万歩プラスもうちょっと体を動かすとか、水の中で歩くとかっていうのを加えたんですが、思ったように体重は減らなかったんですね。努力してる割には減らなかったので、そこでまた先生に見ていただいたときに、いやそれでもやっぱり足りないかもしれないと言われて、でどうしたかっていうと、そのこの辺にも、いろんなところにあるんですけど、オレンジティオリーっていう、ジムじゃなくてパーソナルトレーナーがいるグループエクササイズのクラスなんですね。でそこにも、通い始めて今2年になるんですけど、そこがまあ私自身が自分でどういった運動をしていいかよく分からなかったので、コーチがいると、コーチをつけて運動をすると何も考えなくてもコーチが言う通りにやればいいというのと、それとそのジムの中にいる人たちがもう300ポンドみたいな、すごくもう肥満の方もいれば、もう25歳ぐらいの細い、ね、可愛い女の子もいたりとかして、いろんな世代がそこに入っていって、その上、プライベート、まあ、狭いプライベートなので、クラスの人数がまあ15人くらいしかいないんですね。で少ない時は3人ぐらいしかいないので、結構そのコーチがこう指導してくれる、ステップに沿って、まあはっきり言ってハマりました。で1週間に5回ぐらい続けていっていて、今2年なんですけど、その素晴らしく体重が減ったわけじゃないんですけど、多分一番体重が増えてた時から今多分20、25ポンドぐらい痩せたかなと思います。この年で。それも更年期の後です。で、普通60歳過ぎると、もう絶対にいろんな努力しないと、やっぱり痩せない、自分の理想、細くなりたいというよりも、健康になりたかったんですね。内臓脂肪も皮下脂肪もかなりあったので、いやそれはもう自分でそれは解決しないと、薬ではできない。っていうのを実感しましたのと、あとダイエット、その脂肪を控えたり、塩分を控えたり、繊維のあるものをたくさん食べたりとかしたんですが、それでもやっぱりそれだけじゃ足りなかったんですね、私の場合は。だからダイエットするのとともに運動もする、で運動するのとともに、そのあんまり根詰めて仕事しないで、ちょっとリラックスする時間を作ったり、夜睡眠の時間、夜私は正直申し上げますと9時に寝ます。そのぐらいも早く寝て朝早く起きるって、そういう習慣に変えました。でもともと9時に寝たわけじゃないんですよね、のりこさん。はい、前はもう11時とか夜中の12時ぐらいでした。残業もあったので結構大変な、それ子供もいましたので、そのいろいろ世話もしなくちゃいけなくて、時間はなんか伸び伸び伸びになっていて、あ、気がついたらもう11時半っていう、そんな感じでした。その前のダウンタウンに通勤してたので、朝5時半に起きて、また始めるみたいな、その繰り返しをしてたので、全然休む時間がなかったっていうか、自分のために使う時間がなかったみたいな、そんな生活をしてました。で、ダイエットなんですけど、その極端なダイエットするわけじゃなくて、当時、その桃山先生に相談したときに、先生が、何を食べたらいいかっていうのは、私たちのご先祖様が食べていたものを食べるっていうふうに変えましょうと。というのは、まあ、日本人なので、体はなので、じゃあ100年150年前200年前って考えた時に、当時その人たちってピザ食べてません、ハンバーガーも食べてない、フライドチキンも食べてない、そういったものじゃなくて、やっぱりご飯、玄米のご飯に焼き魚、漬物にお味噌汁、そういったもう本当にご先祖様が食べてたようなものを食べるように心がけたら、
少しは改善するんじゃないかなと。あの日本人の体がこのアメリカに来て暮らしているので、どうしてもその生活の環境上食べるものがだんだん変わってきちゃっているっていうことがあったので、その極端になんかあの炭水化物を食べないとか白いものは食べないとか、いろんなダイエット方法あるんですけど、それ私もちろんそれ全部試したんですけど何も効果なかったんですね。ただ先生がおっしゃったそのご先祖様が食べていたものを食べたら、あのもしかしたらちょっと効果あるかもしれないって言われたのに、もうそれにヒントを受けて、最近はそのご先祖様が食べていたものを、意識しながら日々あの食事をとってます。だから それで、まあ、少しまたその高血圧の方にもそれのおかげで改善したかなと思いますけど、やっぱり一番は運動だと思います。それもそれ始めたのは60になってからですから、私自身こんなにすみません、ありがとうございます。はい、続けられるとはもう全く思ってませんでした。まだ続けてます。はい、でものりこさん、前と比べて勤務時間って変わりました？仕事の影響って大きかったんじゃないんですか？そうですね、前はもう1日10時間以上働いてたんですけど、今は在宅勤務になったので、その点通勤しなくていいっていうのがやっぱりストレス解除になって、家で仕事をしてるっていう感じで、それでも1日8時間以上は働いてるんですけど、もう少し自分でコントロールしようっていうか、どんなに一生懸命働いて残業したとしても、もし私明日死んだら会社はリプレイスメント探せるだろうかって言ったらやっぱり探せるんですね。でもそのぐらい一生懸命やったとしても、それだけの価値があるのかっていうふうにある日気づいて、できる限り努力はしますけど、あんまり完璧主義からも遠のいて、できることを時間内に効率よくやる、集中してやるっていう方にやり方を変えました。それもやっぱり高血圧の方に貢献したかな。ストレスが減ったので血圧もなんか下がったんじゃないかなと、自分で憶測ですけど、そんなふうに思ってます。素晴らしいですね。なんかもうガラッと変わった感じですよね。いや、そうです、先生はもう絶対ご存知なので、もうその十数年前の時の私と今はもう全く多分違うんじゃないかなっていう、もう当時はもう呼吸するのもこんなぐらいだったので、はい、はい。で、薬を飲んでたわけなんですけども、薬の副作用とかは気になりましたか？特になかったです。なぜかというと、極端に強い薬じゃなくて、なんかだんだんこう増やしたり下げたりって先生が調整してくださったので、特に大きな、副作用はなかったんですけど、一番私にとってショックだったのは、高血圧の薬を飲み始めたら一生飲まなくちゃいけませんよって言われたのがかなりショックだったんですね。一時的なものじゃなくて、高血圧の人っていうのはずっと飲み始めたら続けなくちゃいけない。で、先生に、いや、いつかはやめることできるんじゃないですかって、いや、今の状態では無理ですと言われたので、それをなんとか、ドーセージを下げて、いつの日か、2つ飲んでたんですけど、1つは、消せるようにしたいなっていうのが目標になって、だったら何をしなくちゃいけないんだろうっていうのを、薬に頼るというよりも、その薬に頼らなくていいように自分を改善するのにどうしたらいいんだろうっていうふうに、ちょっと違う方向で考えるようにしました。だから薬に頼るというよりも自分自身を変えなくちゃいけないなというふうに、そっちの方に行って、その食事とあと運動、もう本当に運動です。運動のおかげで、今も気分もいいし、頭痛もにもならないし、腰痛もなければ、眠れない日もないという、かなり改善しました。そこのところで、別に薬は変わってないんですね。薬は多分下がってると思うんですけど、生活の習慣を変えるっていう方が、すごくそれが役に立ったんじゃないかなと思います。のりこさんはアメリカ側の生活がとっても長いんですけれども、その情報源というのはどういったところで学んだんでしょうか？そのさっき言ったその運動に関してもダイエットに関しても薬とかに関しても、どこで情報源を得たんですか？やっぱりその Google で、サーチしたり、あとはその、なぜオレンジテオリーに行き始まったかというと、たまたま見ていた映画の中に、すごくこうなんていうのかな、高血圧で肥満であんまりハッピーではない主人公が、その自分を変えるっていうその場面で、近所にあるオレンジテオリーに通い始めたんですね。
でそれ見て、あの私も夜間屋の近くにあるってのを気づいて、じゃあどんなところなんだろうと思って行ったのがきっかけだったんですけど、だからその映画見てたとか、そのオンラインのサーチとかで、あの自分の症状を入れたら、こういうことをした方がいい、ああいったものを食べた方がいい、こう症状はこうなんだって自分でこうにあの認識できる。だからということで、やっぱりあのコンピューターの Google サーチとか、あとまたは、他の雑誌とか映画とかそういった情報のところでたまたまそれが目についたっていうのがありますね。ただし、あの先生にと言われたのは、オンラインサーチはもちろんいいんだけど、あのセルフダイグノースしちゃいけませんよって言われたことがあって、であのオンラインでいろいろ見ていると、なんか普通の症状がなんかどん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 悪い症状になっていって、高血圧だとこういうことになる、ああいうことになる、これにつながるとかって、こうなんかすごい怖い情報があるので、それをなんか頭に入っちゃって、いや私すごくあの大変な病気なんだろうか、それともこのままいったら脳梗塞で倒れて どうにかなってしまうんだろうかって、そういうなんか心配が募ってきちゃったので、しばらくはそのオンラインサーチもやめてました。あの情報があまりにもありすぎるので、本当に知りたいこと以上に、あの最悪の状態とかいっぱい書いてあるので、オンラインサーチも時にはいいんですけど、まあ、ほどほどにっていうふうに自分でそうあの自覚しました。で、その情報というのは英語が主でした？それとも英語も日本語も探したとかっていう体験があったんでしょうか？両方やりました。英語と日本語と。さすがのりこさんですね。バイリンガル。いや、今の時代本当に英語でもできるし日本語でもできる、すごい便利な方だなと思います。はい、はい、で、あの、まあ、アメリカ生活お長いんですけれども、通院に困ったことということはありましたか？特にないです。あの運転できますし、だいたいアポも取りたい時に取れたので、あのこれといってなんか困難だってことはないなんです。はい。で、保険や支払いに困ったことなどありましたか？ないです。で、たまたま私、人事の仕事してるので、あの、保険のことよく自分自身で知ってるので、なんか困ったときはどうしなきゃいけないのかっていうことを分かっていたので、特にあの私の場合は保険で困ったことはありません。で、家族やお友達、同僚に協力してもらったことなどありますか？それですね、一緒に歩こうよとか、一緒にジムに行こうってこう誘ってくれる家族がいたので、それ時々、それからあの歩いてる時も友達が、あの離れてるところに友達なんですけど、電話しながら話しながら歩こうよお互いにということで、30分1時間一緒に歩いて、いろいろああだこうだって話するんですけど、座って話するんじゃなくて歩いて話しようっていう、そういうことをあのしばらくやってました。はい、とっても貴重なお話、どうもありがとうございます。最後に何か一言、あの、よろしければどうぞ。あの、皆さんご存知かもしれないんですけど、桃山先生、すごく怖い先生なんですね、本当、正直言って。で、あの、先生、いろいろ相談しても、結構厳しく、いや、それじゃもう絶対足りないとか、やってる意味がないとか。でもっとこうやらなくちゃいけないって言われたのを、私は抵抗しないで 100% こう飲み込んだんですね、先生のおっしゃることで。先生の背中を押してくださったので、先生にこう先生に出会えたおかげで、もっと違う角度で自分をどうやってテイケアしたらいいんだろうかっていうことを、あのメディスン以外、薬はその状態を瞬あのその場合、まあ、一時的にこうあのそれを、治療するものなんですけど、一生その薬を飲み続ける。だから薬が効かないからもっとドーセージを上げるとかじゃなく、薬はもうテンポラリーフィクシングなので、いや本当に根本的に、自分を助けるのはやっぱり食べるもの、食べるあの体に入れるもの、それと体を動かして、循環を良くするとか、そういった薬以外にできる、そういったことも先生が指導してくださったので、今の私がいるんじゃないかなと思ってます。なので、まあ、今、これでもやめるわけじゃなくて、今私63歳なんですけど、まだもうしばらく先生にお使いいただいて、自分自身でもまだあのエクササイズも続けていこうと思ってますし、自分自身やっぱりその10年、15年前と比べたら、精神的にかなり楽になったし、毎日が充実してるかなと思います。
はい、ありがとうございます。小さなことで起こることがなくなりました。ストレスがもうあんまりこう、あると思うんですけど、なんか違う方法で発散するっていうふうになったので、はい、そんな感じです。はい。はい、ちょっと後ほど、のりこさんのビフォーアンドアフターの写真をお見せしたいと思いますけれども、お楽しみにしてください。はい、ありがとうございました。はい、今月の医療用語、ナナさん、よろしくお願いします。ミュート、アンミュートしてください。すいませんでした。はい、まずは、hypertension。hypertension。これは高血圧ですね。high BP もとも言いますし、high blood pressure。high blood pressure とも言います。HBP って言いますよね、たまに。はい。はい、だから、hypertension。はい、次は、高脂症。hyperlipidemia。これ難しいですよね。hyperlipidemia。hyperlipidemia。high cholesterol。high LDL。はい、次は、高コレステロール、血症。で、悪玉コレステロール。ろれつが回らない。はい。で、次は、動脈硬化。これは難しいですよね。私もたまに言えないんですけど、atherosclerosis。atherosclerosis。みんなも試してくださいね。atherosclerosis。はい、これは artery、plaque artery で hardening of the arteries。次は、動脈瘤。これはaneurysm。はい、みんなで一緒にaneurysm。で、次は心筋梗塞。heart attack。で、最後は、脳梗塞、ストロークと言います。はい、以上です。はい、ありがとうございました。次は私の方から、簡単に血圧のお話をしたいと思います。皆さんご存知の通り、血圧という病気っていうのは、すごく一番代表的な成人病の一つなんですけれども、血圧、血がの圧力が高いっていうのが血圧なんですけれども、ほとんどの理由が不明で、プライマリーハイパーテンションといって、原因不明の血圧、血液の圧力が高いという病気です。まあ、いろんな病気もあるんですけれども、一番代表的なのは、まあ、原因不明なんですが、どの血圧の理由でも、結局はその生活の基準っていう要素もあれば、まあ、薬に頼らないといけないという体の要素というものがあります。で、若ければ若いほどその生活の要素によって血圧が下がる可能性が高いんですけども、それはまあ先ほどのりこさんのお話を伺った通り、その人のその生活が改善できるかできないかというのと、どこまで改善できるかっていうことにも影響してきますけれども、その生活を変えられる要素が一応4つあるんですね。英語でこれはダッシュダイエットって言って DASH Diet Against Systemic Hypertension。 4つの要素があって、この4つによって血圧が下がるだろうということで、それはですね、この右上の絵がご覧になれるかもし分かりませんけれども、そこに受容体という各細胞の中の細胞の入り口のところ、門になってるんですけど、その門の出入りを左右しているものがあるんですね。その出入りを左右しているのを、その塩分、ソーディアムというんですけども、ソーディアムと、それカリウム、ポテアシウムと英語で言いますけれども、塩分とカリウムがエクスチェンジしているというその門があって、で、塩分を多すぎると血圧が上がって、カリウムが
もう足りなくって、それがソリウムとエクシェンジできなかったら、血圧が上がるということなので、塩分を控えることによって血圧が下がる。そしてカリウムを多く取ることによって血圧も下がるということなんですけども、皆さん意外と塩分を抑えればいいっていうのは意外と皆さんご存知かと思うんですが、じゃあ他に何があるのって言ったら、意外とこう水を飲めばいいっていうふうに意識される方が多いんですね。水を飲めば塩分をこう流せるから、それによって血圧が下がるだろうと思っている方が意外と多いんですけれども、これが一つちょっと間違えて、塩分とカリウムをエクシェンジしなきゃいけないっていうふうに意識していただき、その塩、カリウムが多いものっていうのは意外とみずみずしいものが多いんですね。例えば、きゅうりとか、スイカとか、ヨーグルトとか、サラダとか、そういったこう、みずみずしいものが多いので、そういったものを摂取することによって塩分を脱出できるっていうふうに覚えていただきたいなと思います。まあ、それをもうちょっと後ほどお話しますけれども、それ以外に適度な運動をする。そしてアルコール飲料をやめる。で、運動というのは、ある程度こう運動しないと血圧っていうのは、不安定になるんですね。で、ちょっと運動したらドーンと上がって、で、やめたらドーンと下がるんだけども、運動を全くしないとどん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 上がったままで、これも交感神経の一つなんですけども、上がったままで、それでリラックスできないっていう風になってしまうっていうのもありますので、ある程度適度な運動で、少しずつ少しずつそれを、負荷させるっていうのが、目標です。最後に、アルコール飲料ですけども、飲んでるときは血圧が下がるんですよね。ただし、アルコールって体に残らないので、2時間したらまた血圧が上がってしまいます。もしくは、次の朝、特に、次の朝ですね。その日、次の朝、血圧が上がって、頭が痛くなったりする方もいますし、飲みすぎて脱水状態になって、それもちょっとこう塩分を取りすぎてドーンと上がるっていう方もいらっしゃるので、アルコール飲料をやめるっていうのは、血圧を下げることには大事な要素です。はい。それで先ほどお話しした塩分を控えるんですけれども、塩分っていうのは、実際にしょっぱいものだけではないんですね。その塩分っていうのはソリアムなんですけども、ソリアムっていうのはソリアムクロライって言って塩、そしてソリアムマノソリアムグルタミンって言って MSG、そしてソリアム、まあいろんなソリアムがあるんですけれども、結局防腐剤とか化学調味料もソリアムなんですね。ですから、まあ天然なものを選ぶ、そして自分で自炊する、外のレトルトパックのものを控えるとかっていうのも、その塩分を控える秘訣の一つだと思います。で、一応ここ、絵に描いたものがカリウムが多いものなんですけども、トマト、バナナ、ポテトっていうのが一番カリウムが多いって、皆さん意外とご存知かも、わかりませんけれども、トマト、バナナ、ポテトっていうのが一番高いんですね。まあ、それ以外に、サラダ、そしてお酢、レモン、それとアボカドとドライフルーツ、こういった、まあ、グロサリー、スーパーの中でも、意外とこう、野菜セクション、それと、まあ、冷蔵庫に入れないといけないもの、それと酸っぱいものというのが一応カリウムが多いという代表的なものです。まあ、酸っぱいものっていうのは pH が低いので、そういったものはもうほとんどカリウムが多いです。まあ、日本の食事としてすれば、そのお酢のもの、そして梅干し、こういったものが一応酸っぱいので、こういったものをある程度摂取するとよろしいんじゃないでしょうか。はい。で、ちょっと運動のお話もしたいと思います。ラナさん、はい、今日は運動の単語をお願いします。はい。あんまりやってない運動の単語ですね。はい。有酸素運動は、cardio。これは心臓から来る言葉ですよね。cardio。で、筋肉トレーニング。これは、肉体運動。strength training で固定トレーニング
Isometric exercise. Isometric exercise です。はい、ありがとうございます。右の絵 の, のところをご覧になってください。カーリオっていうのは自転車、そして歩く、走る、そういったものが有酸素運動となりますけれども、心臓 の, 拍数を上げるというのがカーリオですね。そして筋トレというのはここに下にあります重りを持っての運動、こういったものっていうのは年をとっても必要となります。ただやりすぎて怪我をすることがあるので、少しずつ負荷を上げていくというのが大事ですけれども、実際に自分の体で負荷を感じるっていうことも大事なので、それが最後のこの固定運動、アイソメトリックエクササイズになります。で、意外と中年を過ぎるとですね、このアイソメトリックっていうのがもう意外と有効なんですね。ですからちょっとこちら簡単に紹介しますけれども、アイソメトリックで一番代表的なのはヨガ、そしてチーガングで、英語でチーガングって気功って日本語で言うみたいですけれども、タイチー、太極拳ですね、それとかフラダンス、そして最近あるのが何ですか、チャチャダンスとか、まあ、ダンスは意外といいんですね。ラインダンスも含めてですけど、こういったゆっくりなダンスが意外といいということで、ちょっとこちらに紹介しました。一番右下にあるこの男性ですけども、この人がやってるヨガ、DDP ヨガっていうのは、私がすごく気に入ってるヨガで、ヨガって皆さん、若い、綺麗な女性の方がやる運動っていうふうに思うじゃないですか。だから、私なんかこんなのできないよとか、男の方はこんなのやらないよとかっていう方が多いんですけども、このおじさんがですね、中年になってからヨガを始めて、で、みんなにヨガをやっていただきたいというので、DDP ヨガって言って、その、若い方でも、衰えた方でも、そして、太い方でも、病気の方でも、誰でもできるヨガを作ろうって言って作ったヨガのプログラムが DDP ヨガなんですね。まあ、ぜひ、ちょっと参考に見てみてください。はい。もうそろそろ終わりになりましたけれども、ここで紹介させていただきたいのは、いよいよ、新しいお助けチーム、CJC によりのお助けチーム、運転チームが開始します。で、ここで、まあ、将来的にですね、近々、大腸がん検診のための運転チームを開始したいということで、ここで紹介させていただきました。また、もう少し、したら始めますので、その時にはまた発表させていただきます。はい、ここでですね、のりこさんのビフォー&アフターの写真です。ビフォー、のりこさん、この声って何歳の時です？多分これは今から6年ぐらい、6、7年ぐらい前かなと思います。先生に高血圧と診断されてから3年ぐらい経って、だったのがこの、あまり良くない方の左側で、この右側の方は去年撮ったのです。同じ T シャツで同じ帽子かぶってるんですけど。すごいですよね、このね、違い。もう私もびっくりしました。もうこんなに若返っちゃってびっくりですよね。そうです。だって右の方が年取ってるんです。ねえ。はい。本当にこれはびっくりです。本当によく頑張りました。で、これは私が何かしたってわけじゃなくて、本当にのりこさんがよく頑張ってくれた成果だと思いますけども、私ものりこさんがここまでできる人ってことを、もう毎回毎回、勉強になって、こっちも応援しなければなんか物足りないみたいな感じで頑張れ頑張れって、ね、じゃあこれもやってみればあれもやってみればっていろいろとこうね、お話しした世代でしたけれども、よく頑張ってくれましたね。これからもぜひぜひ頑張ってください、はい、もうこんなに若くなったらもうこれって すごいですよね。やっぱり運動と食べ物と仕事のほどほどさ、睡眠の良さっていうのがやっぱり効いてるんじゃないでしょうか。そうだと思います。はい。
や、体調的には、はい、多分20ポンドぐらいしか違わないんですけど、だけど、なんかもう、上から下まで、もうちょっと引き締まったというか、筋肉がついたって、やっぱりあの運動、ストレングスとか運動してると、体重は減らないんですけど、やっぱりちょっともうちょっと引き締まったかなっていう、そっちの方があると思います。でも、私があの皆さんにあの言いたいのは、何歳でも遅くない。筋肉を作るのは何歳からでも可能。でも私60もう更年期になったら無理だろうなとも諦めてたんですけど、でもそういうことはなくて何歳からでも始められる。それからどんなの運動としてもコーチあのトレーニングあのを指導してくれるコーチはもうやっぱりなんていうかみんながあの運動しやすいように考えてくれますし、やっぱりあの根本的に自分との戦いじゃないんですけど、自分ともあの自分の目標を持ってなんとかそこにたどり着けるようにっていうのを諦めないで続ける、まあ、少しずつなんですけど、あのあまり私もそのたくさんあの運動大好きってわけじゃなくて、もう健康のためにやってるってそっちの方です。ただし、結果は出るっていうことが自分で分かったので、今後もあのまあわずかながらですけど進めてあの続けていきたいなと思ってます。なるべくのりこさん、昔できたことで今できることって何ですか？だから昔できなかったことで今できること。あ、恥ずかしいんですけど靴下をさっと履けるとかそのぐらいことです。それとか、そうですね、まああのスーツケース、荷物は荷物、はい、荷物をこうやってスーツケースを、あの飛行機の中でスーツケースが上に上げるんですけど、それあまり重たくなくても自分でできなかったんですね。であのフライトアテンダントとかあと近所あのそばにいるあの人に頼んで上げてもらってたんですけど、今はもう多分、両方で40ポンドぐらい上げることできるので、それはあの自分にとってもあのいろんな荷物を持っても疲れませんし、上げることができる。それから飛行機に遅れそうになった時に駆け足で行っても、まあ、ちょっとはあのハーハーするんですけど、なんとか走ってたどり着けるっていうね、そういった今までできなかったとか、多分できたと思うんですけどしなかっただけなんですが、そういったいろんなこと、なんか普通はどんどん年老いていくのに、なんか自分の場合はもうちょっと年がこう逆戻りしてるみたいな、年っていうか、まあ、自分自身がですね、もちろん年を取ってるんですけど、ということで、何歳になっても始められるっていう、それと諦めないで、結果すぐ出ないんですけど半年ぐらい経つと出てきます。だからすぐに痩せなかったんですけど徐々に痩せていったみたいな。それとまた桃山先生がいつも諦めないで頑張れと励ましてくださったこともあって、それがやっぱりこういつもこの心の中にあったのでなんとか続けられました、はい、ありがとうございます。皆さん Q&A あのクエスチョンありましたらぜひぜひ投稿してください。はい、私もあります。はい、どうぞ。のりこさんは毎日血圧測ってますか？測ってます。何を使われてるんですか？オムロンの、自動というか。あ、はい、私もそうです、はい、これそうですね、はい、そうです。あの自分の手にこうやって押すだけです。ボタン、そうこれすごく便利です。はい、うんうん、いや、オムロンさんの血圧計はいいですよね。そうで、2人分の記録にの残せるので、すごく助かり、うちの旦那は血圧が低いんですよ。だからで私は血圧高いからそうなんですけど、で最初に言った食べ物に関して、やっぱり味の素とかお塩は控えた方がいいっていうことで、私は子供の頃から、だから今もそうなんですけど、塩気のものは全然ダメです。もう口にするとうまずいっていう風になるんですよね。ただ甘いものは大好きなんで、そこがちょっと問題で、でもうちは塩分控え全然問題なくて、こういうものを使ってます。ちょっと待ってくださいね。見えるか、あ、これあれ、こっちか。あ、そうそう、それはダッシュっていうスパイスですよね。さっきのダッシュダイエット の、はい、あの名前をそのままダッシュっていう風にした、塩分が入っていない調味料ですね。そうで、すごく美味しいんですよね。
どういった場合に使ってます？どういうふうに使ってますか？肉に例えば鶏肉に使ったり、なんて言うんだろう、まあ、サラダにかけたり、なんか何でも使えるんですよ、これ。だからガーリックとアーブなので、いろんなものに使えます。私は主に例えばチキンにかけたりで、グリルに持っていくとか、そういう感じなんですよ。で、だから塩分は求めないので味が大好きだから、いろんなアーブとかも使ってるんですけど、それでも痩せないのは、うん、どうでしょう、なんででしょう運動しないからでも気管支炎が治ってようやく息ができるようになったら、今働いてる会社ランチタイムで 3,4 周します。そんなに何ていうの、マラソンみたいな感じではないんですけど、気楽に汗かかない程度っていうのは、やっぱり汗かいて仕事するの嫌だからでそういう運動してます。で、あと私は座骨神経痛なので、友達がヨガの先生なのね。だから彼女ニューヨークに住んでるんですけど、仕事してなかった時はズームでやってて、で私のためにチェアヨガ、椅子に座ったままのヨガできるんですよ。だからそれをしています。はい、だから皆さんもとてもいいと思います。うん、はい、いや意外とウォーキングって運動じゃないって思う人が多いと思うんですけども、運動っていうのは、ごめんなさい、ウォーキングってとってもいい運動なんですよね。やっぱり皆さんご存知か、まあ、今ちょうどね夏だから、お散歩してちょっと気分よく帰ってくるっていう体験もされてると思いますけれども、本当にウォーキングだけでも体の循環っていうのはとっても良くなるので、ぜひぜひ寒くてもやっていただきたいって、まあ私も運動不足なたちですけれども、寒い時でも運動しなきゃいけないっていうのはちょっと私の方自分の頭の中でも入れてあって、一番勉強になったのはシカゴに来てですね、昔私のマザーインローの人が犬大好きで、ちょっと20度でもワンちゃんに洋服をかけてあげて、自分も30に洋服を着て外に出るっていう、この犬の飼い主の根性のシカゴ の寒さの怖くなさをね、ちょっと学んで、やっぱり寒くても外に出れるんだ、そんなに皆さん元気なんだって思ったことが印象でしたね。寒くっても結局はスキーウェアを着れば外に出れるという、そういうことで運動につなげなきゃいけないんだなっていうふうに私自身思いました。ラナさんありがとうございます。皆さん質問もしくは手を挙げて質問していただいても構いません。どうぞ。みんなシャイですね。今日はシャイですね、皆さん。うんまあ、でも本当に成香さんの体験談ありがとうございました。はい、で一応これからの健康セミナーを予定しているので紹介したいと思います。本日は高血圧のお話でしたけれども、来月はですね新しい歯医者の先生が大人の部の矯正のお話をしてくださいます。そして 8月に更年期セミナー、知恵蔵のひろみさんですね。ひろみさんに更年期セミナーをしていただきたいと思います。それで9月には乳がんサポートグループを再開して募金運動も始め、それで10月に乳がんウォーク、そして11月には関節のお話、それと、まあ、その延長ですけれども、神経痛のお話、それで1月には男性の更年期セミナーを予定しています。で、2月には糖尿病のお話もしたいと思います。
できればアンケート調査のご協力もお願いします。はい、質問 Q&A あります、質問ありますね、はい、はい、のりこさんの血圧は現在どの程度でしょうか。上が120、下が80です。すごいですね。それ今はどれぐらいの頻度で測ってますか。毎日測ってます。はい、何時頃測ってます。朝起きたらすぐ測ってます。どれぐらいの変動があります。もっと高い時と低い時ってございますか。あの運動した後とか測ってません。ただし、心拍はすぐ下がってるっていうのは自分であのモニターしてるので分かってるんですけど、あんまり高くても128、130にはいかないですね。で、下は時には75ぐらいの、75とか70に落ちる時もあります。でも大体120の下が80です。はい、ありがとうございます。あ、もう一つ。ちょっと、はい、あの旦那さんどうぞ。血圧を測るのはあの食べた後とかはダメなんですよね。そうですね。できれば朝一番、それか寝る前でも構わないんですけれども、お腹いっぱいじゃない時がよろしいんじゃないかなと思います。そしてあの足を椅子に座って両足を床につけるっていうのも大事です。足をブラブラさせるとちょっとこう筋肉が上がって交感神経がちょっと上がってしまうので、そういう意味ではあの同じ姿勢で同じ机の上で同じ腕で測っていただくのが一番理想です。ありがとうございます。はい、まあ、ちょっと今日は早くなりましたけれども、本日これであの終了したいと思います。ゲストののりこさん、どうもありがとうございました。そしてサポーターの方も皆さんどうもありがとうございます。そしてあの視聴者の方もこれからもまたあの来月、そして毎月来ていただくと嬉しいと思います。どうぞよろしくお願いします。皆さんも今日、よろしくお願いします。またご元気でいてください。ありがとうございました。はい。